愛媛 CATV のミュージカルを活用した海外での地域 PR 事業がこのほど総務省の放送コンテンツ海外展開女性事業に選ばれましたこれは松山市出身のアラスカ開拓者和田重次郎の生涯を描いたミュージカルを愛媛 CATV が映画化した作品が12月にハワイで放送されるのを前に現地ハワイで愛媛県などと連携し PR 活動を行うものですミュージカルは、みかん一座のオーロラにかける侍、和田十次郎物語で、昨年5月に松山市内で公演された作品を映画化したもので、12月31日に2時間枠の番組としてハワイで放送されます。 えー、愛媛 CTV ではこのたび和田十次郎物語いい昨年、えー、制作をしまして放送したミュージカルの番組ですけれどもこちらの番組をハワイの放送局 NGN という放送局で、えー、放送をさせていただくことになりました。 えー、同時に南海放送さんが作られたあ和田十次郎のドキュメンタリー番組とこの2本の番組を放送するわけですけれども、えー、和田十次郎物語の番組でありますけれども三上一貞さんがあ作られましたミュージカルこちらの方が昨年、えー、アラスカで公演をされたことが非常に大きな話題となりましたけれどもこのアラスカ公演の後 お松山で、えー、されましたその凱旋公演、えー、こちらの方を当社の方で、えー、撮影、編集をして、えー、いわゆるその映画手法的なあ作り方で、えー、作る、素敵ねという,う、私どもの作品に仕上げて、えー、放送したものです。 えー、愛媛 CTV では数年前からコンテンツ、いわゆるその番組を海外で放送したり、えー、販売をしたりということにチャレンジをしてきておりますけれども、東京、大阪だけではない、えー、愛媛県のような、あこうしたその地方の情報というものが非常に求められております。えー、私どもも、まあ、番組制作放送を通じて この地域を海外にアピールするそういうチャンスになればなということで取り組んでまいりましたしこれからも積極的にこうした展開に力を入れていきたいと思っております番組コンテンツを通じて愛媛を海外に PR することで愛媛にこの外国人の 観光客が増えたり、それから愛媛県の特産品であるとか、物産、こうしたものがまた海外の方により買われるようになったりということで、地域の活性化、地域が元気になることに貢献できればなというふうに考えておりますので、ぜひテレビをご覧の皆様にも応援していただきたいと思います。 地域文化とタイアップしたこの事業をきっかけに、愛媛のさらなる活性化につながることが期待されます。